壁にも耳のあることにてござそろ。三辻は御宿元にても軽々しく申さぬがよろしくそろ。折り入ってお話ししたきことこれあり、今宵よつ松千山にてお待ち申し候。ご存知の女。はい。鉛筆も貸して。ここにペンあります。私ペンでは書けんの。貸して鉛筆。あなたの芝居見せてもらいました。そう、ちゃんと分かったの。聞いたんやもん。お願いします。そこまで来てください。違う、来てください。や、宛名はあんたや。ああ恐ろしいことじゃの。わしゃ昔の都で女房さんの話を聞いたことがあるがの、この世で乱らなことをしたもん、あの世へ行って畜生とは言うじゃ。あの世とは何とこっちゃい、死んでやかりやみんなでばっかりじゃ。いやいや、そうじゃないちゅうことじゃ。地獄よ、本当にある。この人はかわいそうに心底私のことを思い詰めておいでなのだ。地獄には消滅地獄、死化地獄、下等地獄、恐ろしい梁の山や血の引きがあるげな。いろんな罪のうちでも、みだらなことをした罪が一番ひどいげな。顔は人で、足は四つ足になってちゃう。下等地獄へ落ちるそうじゃ。この人はかわいそうに心底私のことを思い詰めておいでなのだ。あなた、こっちに来ない？久しぶりに私を抱いて。果物は果物同士って言ったでしょ。私とあなたは生きるも死ぬも一緒。どうせ死ぬんだったらいいことしてねえ。あなた、寝ても覚めても尻を焼ける鉢で責められるそうじゃ。嘘じゃ、地獄なんかあるのか。いや、いや、女房さんが言うてんじゃから、じゃろうの。やっぱり女は家庭に落ち着くべきよね。お父さんとお母さんと私がいて、お父さんはお母さんを愛してる、お母さんはお父さんを愛してる、平和な家庭だったわ。お父さんが他の女の人と間違いを起こして、一度は家を出てったけど、また帰ってきた。私がいたからじゃないのよ。お父さんが忘れられなかったの。お父さんの体が忘れられなかったのよ。男と女の関係はね、体、体なんだわ。男と女がすることは認めてない。みんな知っとるんじゃ。決められたもんがするんはええんじゃ。
せられたもん同士はの。なんとしてもな。恐ろしいことじゃのなんだうつのなんだうつのなんだうつのなんだただの白紙。あの巻物はわし自身の増上満を自ら戒めようためのもの。すべて物の奥義は文字に表せるものではない。やったー。